ありがとうございます。お待たせしました。本日はすみっこ暮らしダンスステージにお集まりいただきましてありがとうございます。私は司会の原愛です。よろしくお願いします。さあ、こちらのステージではすみっこ暮らしのみんなと一緒にダンスを踊っていきたいと思います。皆さん、すみっこ暮らし知ってるよって方、はーい、さすがすみっこファンたちが集まってますね。ありがとうございます。この後ダンスを踊る際にはぜひ 3X グッズの LED ミニライト、あ、光らせていただいてる皆さんありがとうございます。こちらであったりとか、あとはこういった T シャツですね、あとはうちわとかもね、ぜひ振っていただいてお楽しみいただければと思います。キャラクターの応援、ゲストの応援、よろしくお願いします。さて、それではすみっこたちを呼ぶ前に一緒にステージを盛り上げてくれるスペシャルゲストお呼びしましょう。足太ペンタさんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。ようこそお越しくださいました。まずは自己紹介をお願いします。はい、踊ってみたの動画を投稿しています、足太ペンタと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、足太ペンタさんには昨日からたくさんご登場いただきましたけれども、なんと今回はですね、すみっこ暮らしキャラクターとのステージということで、すみっこと一緒にダンスタイムがありますので、ぜひ一緒に盛り上がってくださいね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。さあ、ペンタさんはもちろんすみっこ暮らしご存知かと思いますが、すみっこ暮らし可愛いですよね。めっちゃ可愛いです。昨日身をもって実感しました。ね、ギュギュね、してましたもんね。本当に可愛いです。皆さんもまだ見てない方、楽しみにしててくださいね。ね、ぜひ楽しみにしましょう。それではそんな皆様お待ちかねのすみっこを呼びたいと思います。みんな集まれ、拍手で迎えましょう。わーい、みんなようこそ。ありがとう。かわいい。あー、好きだよ、大好きだよ私。かわいいね。あら、かわいい。昨日の伏線をね、回収していただきましてありがとうございます。さあ、あ、下の段にも出てきました。おいでおいで。わーい、わーい、わー、やってきたね。まだまだ来るよ。おいでおいで、おいでおいで。わーい、いいですね、いいですね。はーい、ポテポテと歩いてきました。さあ、すみっこのみんな来てくれたので、改めてすみっこ暮らしの紹介をしていきたいと思います。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけ隅っこの席を確保したい。隅っこにいるとなぜか落ち着くということありますよね。寒がりのシロクマや自信がないペンギン、食べ残しのトンカツ、恥ずかしがり屋の猫、紹介を託しているトカゲなど、ちょっぴりネガティブだけど個性的な隅っこたちがいっぱいです。隅っこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっこ仲間になりませんか？ということで、改めてちょっとすみっこたちのお名前だけまず紹介をしておきましょう。一番左の上の段からエビフライの尻尾、そしてとんかつ、トカゲ、下の右からペンギン、猫、すいません、左側ですね、猫、そして真ん中がシロクマです。さあみんな、今日はたくさん踊って楽しもうね。イエーイ、よろしくね。さあ、足太ペンタさん、はい、すみっこたちに実際に会った感想はお願いします。本当に可愛いです。見つめられたら可愛さで溶けそうになります。お、そんなこと言っちゃうとすみっこがみんな見つめてきますよ。わー、
幸せです。ありがとう。この瞬間を一生忘れません。ねえ、もう溶けてるペンタさんも含めてもステージみんなが可愛いですね。ありがとうございます。頭見てあげて。さあ、そんな隅っこ暮らしなんですけれども、昨年映画第3弾、映画隅っこ暮らし継ぎはぎ工場の不思議な子が公開されました。こちらがすっごく可愛くてほろっと涙が出てしまうような、子供でも大人でも楽しめる作品なので、まだ見ていないよという方はぜひ見てみてください。その映画のブルーレイ DVD が5月29日に発売されます。初回生産限定版は受注期間終了となりましたが、ファミリーマート限定版は5月16日木曜日9時まで受注ができます。詳しくは映画すみっこ暮らしファミリーマートで検索してチェックしてください。そしてここでニュースも一つあります。すみっこ暮らし初の舞台化が決定です。やったー、すごい。こちらの原作はすみっこ暮らし初の映画化作品で、日本中を温かな感動で包んだ話題作、映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子なんだよね。大人も子供も楽しめる見どころいっぱいのすみっこ暮らしのパペットミュージカルをぜひご期待ください。詳しくはすみっこ暮らし公式ホームページでご確認ください。ペンタさん、初の舞台化、はい、楽しみですね。めちゃめちゃ楽しみです。もうイラストからも可愛さがいっぱい溢れてますね。本当ですね。楽しみにしましょう。さて、それではすみっこのみんなも集合してくれたので、みんなでダンスをしたいと思っているんですが、さっき映画の話をしたら映画の曲が踊りたくなってきちゃったな。すみっこたちどう？映画の曲踊りたいよね。うん、そうしましょう。ということで今日はみんなで映画第3弾、映画すみっこ暮らし継ぎはぎ工場の不思議な子の主題歌、すみっこディスコも踊りたいと思います。イエーイ、イエーイ、やったー。なんとなんと、ここにいるすみっこみんなですみっこディスコを踊るのはニコニコ超会議が初めてなんです。とってもレアなんですよ。早速ダンスレクチャーを始めていきたいと思うのですが、ペンタさんはもう踊れますか？はい、バッチリ練習してきました。ありがとうございます。それではですね、この後、ダンス踊るんですが、その前に皆さんぜひ周りの人にぶつからないように、ちょっと難しいかもしれないんですが、できるだけちょっと周りの人にぶつからないようにご配慮と、可能であれば少しスペースを空けていただきますようによろしくお願いします。すみっこもね、少しスペースを空けてますかね。大丈夫ですか？すみっこたちも気をつけてくださいね。はい、それではまずはどんなダンスなのか、ペンタさんとすみっこのみんなでサビの部分を踊ってみせます。もう踊れるよという方は一緒に踊っていただければと思います。さあ、それでは準備いいですか？はい、はい、それではお手本ダンスミュージックスタート。僕たちはワッチンワッチン、スミッコディスコでワッチンワッチン、スミッコディスコ、ワッチンワッチン、スミッコディスコでワッチンワッチン、スミッコディスコ。さあ、一緒に踊れそうですか？踊れる？ありがとうございます。それではここからはダンスレクチャー始めていきたいと思いますので、ペンタさんも一緒にご参加ください。はい、さあ、それではまずはですね、ちょっとずつやっていきますよ。はい、サビの最初、ウォッチンウォッチンというところがあります。ここは両手人差し指にして自分の方に両手を向けます。皆さんも一緒にやってみてください。で、周りの人にご配慮しながら参加してね。そして自分の方に向けた手を、私のことを見てね見てねって感じで内側に動かします。ウォッチンウォッチン、こ
これに合わせて首は左に抜ける抜ける、そして足は内側にくの字に曲げる曲げる、見てねウォッチンというような感じになります。皆さんできそうでしょうか。ちょっと恥ずかしいという方もぜひ一緒に踊っていただけると嬉しいです。この後はですね、すみっこディスコでというところがあります。ここは片手右手を上に向けます。そしてもう片手は腰に当ててボックスステップを踏みます。はい、すみっこディスコでという感じ、いけそうでしょうか、ね、周りの方の足を踏まないぐらいのスペースにいる方はぜひやってみてください。この次はすみっこディスコというところがあります。ここは左側を両手で3回ツンツンツンとつつきます。このツンの3回目で右足をぴょこっと上げましょう。すみっこ、そしたら次は右側を片手でディスコというふうにつつきます。できそうでしょうか、大丈夫ですか。ぜひ皆さんご参加くださいね。この振り付けをまるっと2回繰り返すことでこのサビが出来上がります。ではですね、ちょっとゆっくりと音楽なしで練習をしてみたいと思いますので、皆さんぜひ一緒に踊ってみましょう。さあそれでは練習音楽なしでいきますよ。ワンツーサン、はい、ぼっちんぼっちん、すみっこディスコでぼっちんぼっちん、すみっこディスコぼっちんぼっちん、すみっこディスコでぼっちんぼっちん、すみっこディスコ。すごい、もう完璧な方もいっぱいいらっしゃいますね。バッチリですね皆さん。ねえ、それではちょっと難易度を上げましょう。早くなってしまうんですが、サビの部分の音楽を聴きながら練習したいと思います。皆さん今振りをねちゃんと覚えたと思うので、今度はサビの部分の音楽のみのバージョンでね、練習してみたいと思います。それでは練習ミュージックスタート。僕たちはいくよ。ワッチンワッチン、セミアコデスコでワッチンワッチン、左続いてディスコ、ワッチンワッチン、ボミグスステップ、ワッチンワッチン、続いてディスコ。すごい皆さん、バッチリですね。え、音楽がついたらもっと楽しくなっていっぱい踊ってくれてありがとうございます。それではペンタさん、このまま本番いけそうですか。はい、みんなバッチリ踊れてるので本番いけちゃうと思います。ありがとうございます。さあこの後はフルでペンタさんとすみっこたちが踊ってくれます。サビの部分になったら行くよって声をかけるので、ぜひ皆さんはダンスにも参加していただければと思います。それ以外の部分はペンタさんとすみっこたちがたくさん頑張って可愛く踊ってくれますので、手拍子をしたり LED ミニライトなどを振ったりして応援をよろしくお願いします。すみっこたちも頑張って可愛く踊ってくれますからね、楽しみにしましょう。さあそれではご準備よろしいでしょうか。本番いきますよ。すみっこディスコミュージックスタート。さあ皆さん手拍子で子たちを応援しましょう。Thank you.
みっこのみんなも参加してくれた皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。改めてペンタさんとっても盛り上がりましたね。ねえ、お客さんとステージの一体感がありましたね。そうですね、その一体感がとっても楽しかったです。さあ今回足太ペンタさんに来ていただいたということで、ちょっとここでお話をお聞きしたいのですが、はい、すみっこ暮らしのキャラクターの中でペンタさんの推しキャラは誰ですか？実はですね、はい、昨日のこのステージで名前が同じペンだからペンギンっていう風にお話しさせていただいてね、ペンギン大好きなんです、はい、でも実は昨日から押し増しをしました。あら、押し増しって皆さん知ってますか？今の推しは好き、でもみんなも好き、もっと好きっていうことなんですけど、エビフライの尻尾。あー、エビフライの尻尾、大好き大好きだし、みんなのことも本当に可愛くて一生懸命ダンスを踊ってて、箱推しっていう全員が本当に大好きになりました。わー、箱推しありがとうございます。幸せです。ねえ、では特に名前の出ていたエビフライの尻尾はどんなところが推しポイントだと思いましたか？はい、頭もキュートだし、黄色くて丸くてキュートだし、こんな可愛かったら惚れてしまいます。ねえ、本当にとってもね、可愛いですよね。可愛いですね。え、これからもぜひ箱推しよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そんなね、ペンギンやエビフライの尻尾以外にもちょっぴりネガティブだけど個性的なすみっこたちがたくさんいるんですけれども、足太ペンタさん自身はどこかのすみっこって好きですか？はい、私自身もともと隅っこでダンスをお家でしていたのが最初だったんですね。そこから今では踊る機会をいただけて、たくさんの方に見ていただけて、こうやって隅っこ暮らしのみんなと踊ることができているので、もともと隅っこが大好きで今も大好きで、でもこうやって今ではみんなと一緒に踊るのも本当に最高に楽しいなっていうことを知ることができました。はい、ありがとうございます、ね、ペンタさんのルーツは隅っこにあったということで、ペンタさんも隅っこの仲間になれそうですね。嬉しいです、ぜひ私も仲間に入れてください。みんなどうかな？ お願いします。みんな喜んでますね。 ありがとう。ありがとうございます。さあ、こんな楽しいすみっこ暮らしダンスステージもそろそろ終了のお時間になってしまいました。ここで皆様に再度お知らせがございます。映画第3弾、映画すみっこ暮らし継ぎはぎ工場の不思議な子のブルーレイ DVD が5月29日に発売をされます。初回生産限定版は受注期間終了となりましたが、ファミリーマート限定版には5月16日木曜日9時まで受注が可能です。詳しくは映画すみっこ暮らしファミリーマートで検索をお願いします。続きまして、すみっこ暮らし初の舞台化が決定です。原作はすみっこ暮らし初の映画化作品で、日本中を温かな感動で包んだ話題作、映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子。大人も子供も楽しめる見どころいっぱいのすみっこ暮らしのパペットミュージカルにご期待ください。さあ、ペンタさん、初の舞台化改めて楽しみですよね。はい、本当に楽しみ。皆さんぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。続きまして、ニコニコ超会議2024限定の 3X 超大集合キャンペーン第2弾のお知らせです。この後、足太ペンタさんからキーワードを発表していただきます。 3X 公式 X の 3X 超大集合キャンペーンの投稿にキーワードとハッシュタグ 3X 超大集合スペシャル、もしくはハッシュタグ 3X 超大集合スペシャルをつけてリプライまたは引用リポストよろしくお願いします。抽選で5名様に 3X グッズ詰め合わせをプレゼントします。それではペンタさん、はい、キーワードをお願いします。はい、今日は昨日と違うキーワードですよ。今日のキーワードはズバリ
ックスです。わー、とってもシンプルでズバッとしたいいキーワードですね。みんな絶対覚えれるね。え、皆さんぜひ覚えてキャンペーンにご参加ください。そしてそして、ペンタさん、ここでお願いがあるんです。なんでしょうか。ペンタさんがせっかくゲストに来てくださったので、すみっこたちと一緒に記念撮影をお願いしてもいいですか。もちろんです。こちらからもお願いします。ありがとうございます。ね、すみっこたちも喜んでます。それでは会場の皆様はスマートフォンやカメラのご準備よろしくお願いします。ここはみんなのカメラでキャラクターを撮影できる撮影タイムになります。それではすみっこたち、少しギュギュッと真ん中に寄りましょうか。準備が整ったら撮影タイム始めていきましょう。まずはみんな真ん中のお客様に向けてポーズを取りましょう。ポーズさあ、たくさんのお写真撮ってくださいね。続いてはすみっこたちから見て右側のお客様に向けてポーズ。続いてはみんなから見て左側のお客様に向かってポーズ。さあ、素敵なお写真撮れてますか。さあ、たくさんお写真撮ってくださいね。それでは最後にもう一度真ん中に向かってポーズ。さあ、皆さん素敵なお写真撮れてますでしょうか。さあ、皆さん、撮影タイムは以上で終了になります。ありがとうございました。足ぶとペンタさん、本日は参加していただきましてありがとうございました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にすみっこ暮らしダンスステージの感想をいただけますか。はい、昨日も本当に幸せなステージだったんですけれども、今日はさらにですね、みんなと一緒に心を通わせて踊ることができたような気がしますし、推し箱推しになったことでさらに私幸せな気分で一日過ごすことができました。本当にみんなありがとう。そして皆様もありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは改めて足ぶとペンタさん、そしてすみっこのみんな、今日はありがとうございました。最後は会場の皆様にバイバイのご挨拶をしたいと思います。それでは会場の皆様もぜひ手を出してください。いきますよ、せーの、バイバイ。バイバイ、どうもありがとう。また一緒に踊ろうね。バイ。来てくれてどうもありがとう。楽しかったよ。あら、エビちゃんチラチラね、チラッと可愛いね。あ、トカゲ、バイバイ、ありがとう。あら、後ろ向きで帰るのね、可愛いね。バイバイ。お、ペンギンのお尻も可愛い。バイバイ。
やすごくね、ほんわかと心がしちゃいますよね。すみっこ暮らしダンスステージは以上で終了となります。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。このあと16時からはスマホアプリすみすみで RTA チャレンジのステージがスタートします。なんと次回が 3X のラストステージになりますので、皆様ぜひご参加ください。それではこの後も 3X ステージでお楽しみください。バイバーイ。